人形たちの愚痴から逃げそびれたキャラクターズたちはうんざりしていた。お前らって大体金がないって話でイベントスタートしてるよな。こちらにもサーバー代マジ高いから一個別のビジネスを模索したいです。2.5 次元ミュージカルはどうですか。あのビジネスはサーバー代もかかりませんし、儲かるのでは。でもあれは男性が演じる舞台が多いですから、女子から大手のシマリスではできないんじゃ。それなら男になればいいんです。ユーがいなやドロシーは断層装置の開発に取り掛かった。入ります。一瞬で完成したな。入って大丈夫なのか。もちろん安全面には配慮しています。私は遠慮しておこう。私だってごめんだね。兄様が私はそのままでいいって言ってます。あれ、誰も入ってくれないんですか。装置の開発者が一番に入ればいいだろう。いいえ、私には装置の出来を見届ける義務がありますから。ここは公平にくじ引きで一番を。業を煮やした人形たちが4人を無理やり断層装置に押し込む。やがて装置から出てきた4人の装いは確かに男性らしいものに変わっていた。だが同時にスノーとシンデレラは下半身に決定的な違和感を抱く。足の間に何かあるぞ。なんなんだこれは。ただの断層装置じゃなかったのかよ。